はい、合物線、はい、Y イコール、はい、X 二乗、マイナス 2MX プラス M 二乗プラス3、はいはい、さま、直線、Y イコール 2X プラス1。 2X プラス1。はい、で、問題はこれがあるんですけど、まあこれは固定ですね。y イコール 2x プラス1っても決まってます。まあこんなやつでしょ。でこれ困るな。これはまあすごい努力をして平方完成してやってみようか。m で二乗してマイナス m 二乗のあプラス m 二乗プラス3。あ、少しは見えますね。プラス3、こうなります。ってことはこのグラフは頂点はこうなるんですか？ M と3ですね。ってことは高さは変わらないけどこれずっと旅行するんですね。そうでしょ、旅行するグラフですよね。 M の値によって変わりますね。で、何言いたいか、これとこれで問題なんですか？結局言いたい問題なんだ。問題要するにこれとこれが解がありますかって問題なんですね。きっと解があるように M の値を求めなさいでしょ、多分なんですよ。で、解なんですか、そういうことですか。はい、で結局ね、解とは何ぞやだけど、例えば皆さんこういうことありませんでした？ Y イコール 2X プラス3と Y イコールマイナス、あ、マイナスにしましょうね。したらマイナス x プラス2でこれの連立方程式を解きなさいっていうのは高校入試だったんですか、ですかね。でこれで結局 2x プラス3とマイナス x プラス2でこれが交点になって、これを解とか言ってたんでしょ、多分。でここのところの x の値が解なんでしょ、きっと。でその時に y を消してなんか 2x プラス3イコールマイナス x プラス2ってして、すいませんね、こんなのも今更やるのはあれなんですけど、3こっち持っててマイナス1だから x はマイナス3分の1ということで、これ x の値がマイナス3分の1で、どっちかの式に入れれば y の値も出ますよっていうことをやってたんだと思います、多分。じゃあこれはどうなるかというと、これも同じで、まあ例えばこれとこうなれば答えがこう2個出るとなんです。でこっちの直線の時は答えが出ない時ってどういう時かというと、平行の時で、平行の時答え出ない、永遠に出ない。じゃあ一緒になったらどうなる？これは解は無限になります。全部つまり全部一緒だから、これ無限になります。これは解なしです。これ全ての指数です。これ解なしです。すみません、余計なことなんですけど一応教えますね。これは、全ての実数、全ての実数で解になります。でこれは一箇所です。そしたらこれはうすうす気づくと思うけど、2箇所のケースと1箇所接するときと接さないときに分かれるだろうと、こう考えます。で、そう考えたときにちょっとルールブックみたいにまとめましょうか。例えば、こうなると解は異なる2つの実数解ですね。あー、書きたくないな。でこうなると重解っていうんですね、重なる解、重解、1個の解、1個の解です、重解。でこれは解なしなんです。でなんかさっきの勉強の話に近づいてくるんですけど、これ解を求めるときは直線のときは連立をしました、連立をしました。だからこのときも連立だろうと、じゃあ連立だろうと思って、すいませんその品がないんですけど、これレンジで書くと、これって多分2x プラス1イコール x 二乗マイナス 2mx プラス m 二乗プラス3、これ合ってますよね、大丈夫ですね。そしたらこれ移行すると x 二乗これ頭使うマイナス2の m プラス1の x、 これいいですよね、今案ができてますからね。 m 二乗、プラスイコールする、これよしですか、移行したい、あんたはいい、いいでしょう、多分。あ、わかんない、はい、これですね、こうなんです。そしたら、これって二次方程式だよね、
で、この二次方程式、わかんないよ。だから今、これとこの斜めのやつを連立した結果これです。で、これが多分、解を、まあ、要するに、解を2個持つ。2個。まあ、要するに、これの解の公式をした時の、ここが正の時は、解を2個持つということになるかな。ってことは2箇所で、いわゆる、こうなりますよってことだな。で、これが0ないとき、そのときは重解と。だから、多分こう、接する。で、これ接するって言うんですね。接する。で、これが負のときはどうなるかというと、これは異なる2つの、すいません、これちょっと品がないですけど、解を2個持つっていうよりも、これは解なしですね。解なしにしましょう。解なしにしましょう。表現としてこれを置くのは。まあ、もともと異なる2つの虚数解を持つでもいいんですけど、一応リアルで書くと、こうなるということなんですね。というふうな分解であります。ということは、早原氏は、この式の判別式をしたらいいということですね。早原氏はね。この式の判別式でやればいいんだ。そして今問題はどうなってるんです？その解を持つ範囲なんですか？解を判別しようなんですか？それとも問題としては解を持つ時の M の範囲を求めてください。どっち？あ、分類せよと書いてあります。問題は分類せよです。あ、なっちゃった。ちょっと待ってください。ここはカットします。これは怪しい、問い合わせですか。でも問い合わせは聞きます。聞きますね、問い合わせ案外あるんです。動画見てね、今からこれ参加できますかというと、ね、私はそう簡単に甘くないと思う。参加できたら、まあ、すごい、相当賢い。まあ、いや、いいんですけど、はい、で、要するに、あ、撮ってますかね、はい。とりあえずこれ、分かります？分かります？前の話になる。いい。要するに、例えばこのグラフとこのグラフが交わりますか、接しますか、離れてますかなんてのは相当絵が上手くないとできないんだよね。そういう気がしない？すごいグラフ用紙があって、もしくはコンピューターがあって、ね、だけどよく考えてみたら一次方程式の連立をしたいので連立をしてみた。そしたら二次方程式、二次方程式、そしたらこれはそういえば解の公式して、ここが正だったら、あ、2個解2個だから、ああなる。で、0の時は、あ、巡回でこうなるんだ。で、負の時は、あ、これ離れてるんだな、というふうに考え直すんです。いいですか？だから、これとこれと全く違う式だったけど、これが二次関数ということを利用して、解の公式からこう来てるんです。いいですね。で、問題は、判別せよって言われた時は、どうするかというと、D というのをいくんですね。これいきなり D というのがいって、まずこれを連立して、連立した結果、x 次乗マイナス2の m プラス1の x の、すいませんね、ちゃんとこれいいですね、合ってますよね、書いて書いてね。そしてこれの、この判別式を d とすると、 d とすると d 正すなわちって書いて、で d で、ゼロ、すなわちって書いて、まあ、ちょっとそれも後でしょ、ちょっとやりますけどね。で、何なんの時ってなんでしょうね、ここは多分、何なんの時と。もう、オートマチック書いておきますよ。この時は、異なる、2箇所で、異なる2箇所というか、なんていうかな、2点でマジか。で、これは接するっていう言葉でも大体いいんです。で、交わらない。まあ、接しない、交わらない、一つ書いてもいいですけど、くどくどね、離れてるというのも交わらないって感じです。じゃあ、ここをどうなるか、ここ。ここをどうするかというと、この不等式なんです。今から、この b 次乗マイナス 4ac、ちょっとここに書きますけど、ここの中に入る言葉が何かということなんですけど、これが、B、判別式というと、これ4分の1する人もいますけど、もう真面目にします。
宇宙括弧も奮発して使っていいですよ。マイナス 4A1 でこれいいんだよな、はい、すいませんね、はい、して M 次乗プラス2とでこれを計算します。でこれが A の時は M の範囲をここに書く、0の時の M を書く、負の時の M の範囲を書くんですというふうな問題なんです。いいですね。そしたらこれを解きましょう。そしたら、4と M 次乗 2M プラス1とでマイナス 4M 次乗マイナス C2 が8と計算間違って教えてね。で C2 が 8M、なんか楽になったから C1 が C4 マイナスの、いいでしょうか。どうでしょうか。いいですね。あぶんって言ったから基準ですよ。さあここでこれが、じゃあ整理いきましょうか。さあ整理いったら M は、4って2分の1ですか、8分の4だからね。ってことはこれ M って書いて2分の1より大きいときはだから、2分の1より大きいときは異なる2つも、して2分の1のときはあ、ちょっと品がないですね。これ M2 分の1にしましょう。して今度逆に、2分の1より小さい M、 別にこの順番はどっちでもいいです。これもすぐみんなこだわるんですけどこうなります。合ってます。はい、あ、いいですね。ということでこういうふうに分類するということでございます。で今びっくりすると思うけどこれだけ統一くない。でこれはまだ簡単です。まだ罠は入ってません。後で罠の問題します。とりあえずこれをきちっとこういうふうに書けるようにしてください。いいですね。わかりました。はい。